長谷川さん。あ、こんにちは。さっき起きたばっかです。ちょっと寝巻きみたいな格好なんですけど。こんにちは。これちょっと、オリジナル曲作ったので、友達と歌います。聴いてください。鼻からって曲で。人生じゃなんかもったいないなと思いつつも、じゃあいざやりたいことだけでと思い浮かばない誰かさんのまともな意見とやらと他人一人の言い訳を聞いて、やっぱ自分なんか無理だよな、なんてことはなしにしよう、あなから無理だなんてそりゃないだろうぜ、あなたから見ればそりゃそれでいいだろうが、僕が言えたことではないんですが、所詮誰もが他人事だなんだおさら、一度きりの人生好奇心を奮い立たせていきませんか、口に安定した人生が一番楽という、僕んちのばあちゃんは女で一つで子供二人育ててみればわかるという、おそらく僕は男なのでそのチャンスはないですが、心配してくれているんでしょう、でもばあちゃん僕には僕なりの人生が、やりたいことをやってこその人生だ、泣いてもあなたも自分の言葉で話せるように、僕が言えたことではないんですが、よぼよぼなおじいちゃんおばあちゃんたち、ブータロー歴長めのワンちゃんも、むしろ今からが本番ですよ、誰かにそんな舐めとったことばっか言ってると痛い目見るのと、例えば夢半ばに対応してしまった人の、ずれすぎるおっかないリアルな暮らしを聞いて、ああいつもの口癖がまた喉から身を乗り出しそうだけど、あなたから無理だわそれはせえだろ、いわゆる自ら暗示をかけ、あなたから無理だわそれはせえだろ、今いたがも外れるだろ、緊張しなくてもこんな感じなんですけど、今度前沖縄旅行行ってきて4ヶ月ぐらい、早川さんちょっと拾ってくださいよ、今内心めっちゃ来ます来ます来ますってなってますよこれ、その時に作った歌、トランプっていう、トランプっていう歌あるあるんですけど、歌じゃなくてイントゥーザワイルド見たんですけど、映画知ってますか？知
知らないですか、イントゥザワイルド。めっちゃ旅の映画なんですけど、めっちゃ面白いんですよ。まあ、まあ俳優が 俺並みにイケメンという。よし、ちょっと突っ込みなさいよ。じっと一つの場所にいられない。かといってどこに行きたいのかと問うてみても、毎日ピンとは来ないな。貧乏いすりが弾いてる頃、勝手にここを離れるだけ。もう幸せはないけど、飽き性ってのまた厄介だな。風に転がり落ちる噂を見つけては拾い上げて、少しも読みでもない場所にまたやすやすと調子のいい顔を出す。暗い棒みたいさ、不意にそこにいて不意にいなくなるんだ。約束は取り付けない。気が向いたらまた立ち寄るだけ。あちらこちらとたどり着いては、タバコの吸い殻だけを残していくかのよう。いっぱいに入りとお酒をおかわし、気が向いたらまた立ち寄るだけ。あの子はまたどこをほつき歩いているのかしら。そんな野暮なことを漏らすような人たちにまた出会えるか、出会えたらいいな。棒に合う気取りで、どこもかしこもが帰る家に。どうせ僕からしたら、実家だって居心地のいい寝床に過ぎないんだ。良し悪しでどっちかというと天気のことは気にしないんだ。わざわざ迷子になってうっかり絶景を見るようなそんな衣装がいい。あちらこちらとたどり着いてはタバコの吸い殻だけを残していくかのよう。一つ二つと話をもらい、そんなやつもいたなぐらいに思い合えたらいい。あちらこちらとたどり着いてはタバコの吸い殻だけを残していくかのよう。いっぱいに入るとお酒をおかわし、気が向いたらまた立ち寄るだけ。頑張ります。